はい、皆様こんばんは。今回もシャイニングフォース3シナリオ3続きやっていきたいと思います。待って、ジュリアン。前回仲間になったプリムラですね。長老から聞いたのだけど、アークヒルの遺跡のセンサーは絶えずスピリットを探査してるの。スピリットを探査している遺跡のセンサー、つまりどういうことだってばよ。プリムラ、アークヒルの遺跡のセンサー、詳しく。スピリットを感知すると遺跡は試練を与えるのだそうよ。便利な世の中やな。試練？スピリット保有者の力を試すってことね。何なのそれは。さすがに試練内容は凶暴な魔物だということだけ。グラシア様が境界を越えた時、遺跡が探知し魔物が現れるわ。遺跡が探知すればと言っても、その境界とはどこなのです。そこまでも知らんのんじゃないかな。私が先を進めばいいでしょう。遺跡が探知してくれるなら前向きやな。君一人を行かせるわけにはいかない。行かせてやるんだ、ジュリアン。これしか方法がないのだ。実は収録ミスがあって4回目なんですよね。大丈夫ですよ、ジュリアン。私にはあなたたちがいてくれます。心強い仲間たちがおるからな。でも一定の距離保ってついていけばいいのになってすごく思います。ラインを越えてもまだ探知されない。まだ探知されない。何も起こらない。おかしいな、何も起こりませんよ。うん、おかしいわ。もうとっくにグラシア様は探知されてるはずよ。なのに何も起こらないなんて。おかしい。長老は少し抜けた人だからな。お主に肝心なことを言い忘れていて、何も起こらないなんてことはなきにしもあらず。いや、どうやらプリムラも長老も間違ってはいなかったようだ。ここでね、画面がブッて向こう行くと敵に囲まれてるのかと思ったらそうではないんですよ。ほら出た、足元ナウローディング。足元ナウローディングなんですよ。プロペラが高速回転。何か、おっと、プロペラ高速回転。そしてサーチし続ける。遺跡のセンサーがグラシア殿をスピリットを探知したようだぞ。もう間もなく魔物が現れます。直ちに軍を動かして、ジュリアン。行こう、グラシアを救出に。グラシア殿が魔物に狙われる前に軍を進めるのだ、ジュリアン。ジュリアン、砂地と草原地帯の魔物は我々の行動に反応して現れるぞ。危険を感じたらその場を動かぬことだ。はい、というわけで始まりました。第1の試練ですね。ボスはスカルウォーリアー。大したことなさそうですね。で、前回ボスだったキメラとか、ヘルサキバスがいっぱいいるステージですね。ここに炭鉱遺跡があります。しっかり回収していきましょう。このステージなんですけども、草原砂漠地帯に入るとセンサーが感知して敵がね、ワンサか湧いてきちゃうぜみたいな、そんなステージになっております。どうする、ジュリアン。右から行くかというわけなんで、基本的に森の中を進んでいきましょう。ちなみにセンサーに引っかかってしまうと敵が無限に湧いて出てしまいます。無限湧きですよ、無限湧き。線路の上を歩こう。シナリオ1ではすごい怒られたけど、今回は線路の上を歩くことができますよ。ケイトはどうする。ケイト左から行っちゃうか。うん、ケイト、イザベラで左から行って、ドンフォートはオネスティが右行ってるから多少は大丈夫やと思うけど、ドンフォート足遅いからな。右から行きましょう。極力機能少ない方から。で、グラシアはまっすぐ下に降りてもらおう。合流してもらう形でね。サンドはプロフォンドは、プロフォンドこっちでいいか。プロフォンド右でいいね。うん、右で OK、 右で OK。 サウザン左に行ってもらおうか。うんうん、特に無限湧き以外は気をつけることがないんで、ジュリアン、ジュリアン、イザベラか。イザベラは左側で、サウザンは左側で。よし、これで前衛キャラ、後衛キャラといい感じですね。レオン、ブルードラゴンとサンドワームが追いかけてくるけど追いつかない。無限湧きがどれほどのものなのかちょっと見せたい感じもあるね。やっちゃおう。こんな感じでケルベロスが出てきます。一ターンにつき1体出てくるんですよね、多分。多分すごい数出てくるんですよ。10体以上わらわら湧いてきて、倒したらその瞬間にまた湧いてきちゃうんですよ。どんだけ出てくるんやっていうぐらい出てくるんで、それに気をつけてさえいれば特に苦戦するようなステージではないですね。ケイト、いいですね。ドライブスナイプは麻痺だったかな、追加効果が。いいですね。ドンホートとこっちかな。グラシアはまっすぐ降りてきてもらいます。1000、ちょっとこっちに寄るぞ。プロフォンドとハラールドと遺跡待ちをしている間がおそらく暇になると思いますので、
その間に無限湧きさせた敵をあえて倒すという、そういう形でやっていきたいと思います。ケイト、残念だな、首が4つに見えた。とんでもねえな、ケルベロスとやら、さすがでござるな。魔法イザビロス狙っていきましょう。アンクオブミトラ手に入れたんですけども、イザベラが攻撃するタイミングっていうのは非常に少ないんで、ゼビロス、射程距離重視の魔法、攻撃魔法のままですね。よし。いいですね。基本的にやっぱ回復役なんで、回復に専念してもらうかと。で、攻撃できるタイミングでたまたま攻撃できたらいいなぐらいの感覚ですね。どうする？あんま誘い込んでもな。メンバーがメンバーやし。いや、出しちゃうか。無限巻き出しちゃいましょう。ブルードラゴンはいらない。正直いらない。レオンが届かない。レオンが届きません。やってしまいました。サンドワームも届かない。よしよし。無限湧きの頻度がかなり高いんですよね。結構な速度で湧いてきちゃうんで、それもまた難しいところであります。なんでそのセンサーのこと知らずに、中央でもたもたしてたらもうえらいことになっちゃうんですよね。沸かすか。はい、ほら沸いた。あいか、あそこはケルベロスが。ケルベロスがあそこにいたら、まずいですよ。まずいですよ。グラシアさんが。グラシアさんが攻撃されちゃう。スタルワニア。じゃあ、オネスティと、誰入る？どこと入れる？これ入れる？入れてないね、色が。色が入れてないけど、オネスティ、行っちゃいましょうか。じゃあ、おっと、その担当の宝は俺様がいただくぜ。今回一人なんですね。やつは宝を狙う盗賊。ジュリアンよ、兵に余裕があるならば、宝を狙う盗賊の声を手を阻止するのだ。かなり早いタイミングで入っちゃったんですけども、大丈夫でしょうか。ちょっと不安なんですけども、気にせずにどんどんやっていきましょう。ケイトで、ケルベロスを削り、誰が攻撃する？戻れ。グラシア。グラシア待機。まだ湧いてる。ここ林になっちゃいますね。なんで、離れて、トマホークで攻撃。削ると。あまり湧きすぎてもやっぱ辛いんだね。お、来た来た。いいですね。こういう時のハラルドはすごい頼りになりますね。プラネットダンスはただただダメージが混乱だったかな？何かあるんだっけ？何もないのかな？こういう時のハラルドは本当に頼りになりますね。ただ武器がシェルなんでちょっとっていう感じではありますが、ケルベロスがケイトを狙ってきますが、ケイトはヒールで回復させてあげようかと思っております。ケルベロスは、おお、ハラルドを狙う。おお、割と痛い。割と痛いけどそんなでもない。お、ケルベロスはジュリアン狙う。あ、これはファイアブレスだ。やりよるぞ。まあ、特に大人数に囲まれさえしなければまだまだ負ける要素はないですね。あ、ヒールが届かないんで格闘を狙ってみます。いやー、やっぱダメか。まあこんなもんですよね。早手のチキン、サウザンとケイト二人に使っておりますと。ここ大丈夫かな。いっちゃいましょう。サウザンが意外にもレベル17なんですね。やっぱスピードが遅いせいで獲物取られちゃうんですよね。ケイ、おー、いいねいいね、めっちゃ伸びた。本来なら攻撃、防御、HP を1ずつ上げる感じなんですけども、今回素早さも上がりましたね。まあ、能力の伸びはちょっと悪い気がしますと。さて、ブルードラゴンどうするかな？ブルードラゴン正直することがないんですよね。手に入れたレアのドラゴンなのに。サンドワーム。サンドワームも呼び出したいですね。さあ、やってきました、遺跡。ここがめちゃめちゃ難しいんですよ。難しい上に時間がかかるタイプの遺跡ですね。じゃあ、ジュリアンは、どうする？ケルベロスを呼び出す？いや、ちょっと待ってもらおう。サンドワームがやってくるからちょっと待ちましょう。走行してる間に一回立て直そう。で、ブリジットは？ブリジットどうする？ローリーにアタックとかかける？よし。ローリーにアタックをかけて、レベルアップどんどん狙っていきましょう。ブリジットはもうレベルが高いんでね。お、来た来た来た！サウザン狙いだ。ドラゴン飛行タイプやからダメージがでかいぞ。4倍ですからね。まあ、ヘルサ来ますが、お、直接来る。おー、ありがとうございます。うん、ヘルサ来ますが、まだ会心の攻撃してきてないんでかなり助かりますね。いいですね。 ありがとうございます。顎に一発。これ全然痛くない。さて、で、ローリーでやっちゃいましょう。ユニコーンレイ、レイかっこ高額兵器ですね。本来ならここはレベル低い人たちを連れてきてレベル上げ狙うようなところなんですけども、どうなることでしょう。スパルウォーリア、ケイト、あ、間違った。攻撃するつもりが普通に待機してしまった。のほど入る。グラシアは森の方に合流してもらいます。で、プロフォンドはトマホークを投げちゃいましょうか。届かないんで、ケルベロス狙いで倒すのは無理ですね。ファースローが出たとしてもちょっと倒せないんじゃないかな。よいしょ。
まあこんなもんだわ。ちょっと火力不足な感じが否めないですね。アラルドやっちゃいましょう。まだまだレベル18なんで、心待って20を目指しておきたいところですね。うん、プリムラが前回仲間になったんですけども、レベルが20、違う、レベル19ですね。レベル19なんで今回はお休みとなっております。さあブルードラゴンを狙ってフリーズ炸裂。このキメラなんですけども、よくよく見たら右のやつしか働いてないんですね。真ん中のやつと左のやつ、ライオンとヤギ、全く首動かさないですよね。直接攻撃、ブリザードブレス、違う、ファイヤーブレスか。フリーズの時も右のドラゴンか、あれヘビかしか動いてないですし、まあ、とにかく働かないということですね。働かないと、戦う、どうする、どうするかな。ここでしょ。お、懐かしい技が出ました。はい、ミラルーツ。白いドラゴンで尻尾攻撃するとミラルーツにしか見えないですね。さてさて、魔法のヒールレベル1でいいですね。ケイト回復してあげましょう。いや、まあ、戦い方さえ知っていればこのステージは本当に苦戦しないステージとなりますね。ヘルクサッキバス、ヘルクサッキバスよいしょ、力を貯めてそのまま両手で投げる。ヘイ、まあ、スカイトマホークは弓属性も入っているんで、必殺技を覚えないにしてもなかなかに使い勝手がいいですね。おうし、ブルードラゴンはそのまま壁として役立ってもらいましょう。サンドワームが、サンドワームの動きが微妙すぎるでしょう。さあやってきた。うん、入る。これがトロッコで移動やからね、トロッコの特性を知っておかないとかなり大変なんですよね。どこかに何かあるっぽいんやけど、ちょっと場所を調べきれてないんですよね。どこかの壁に何かがあるっぽいんだけど、うん、ちょっと後で。さてヘルサッキバスが、お、ブルードラゴンいいですね。さすがサムライブルーですね。フリーズをどんどん放り込まれていく。うん、ブリジットはこれは届きますか。届かないね。ほら届かないんで、待機でお願いします。ヘルサッキバス来た。お、魔法だ。サウザンに対しての魔法、問題ない。まだまだ問題ない。サウザンは体力高いんでね、うん、まだまだ問題がないですね。スパーク狙いたいけど、ちょっと MP がもったいないような気がしなくもない。いや、ここはやっちゃおうぜ。スパークレベル2で節約の方でお願いします。とりあえずここを迎え撃たないと話にならないね。ヘルサッキバス2体は同時に来たらちょっと厳しいな。魔法も飛んでくるしな。来たわ、ほんまに飛んできたわ。さあブルードラゴン狙われる。ブルードラゴン体力が半分切ってしまいました。半分切ったって思ったらすごい少ない気がするけど、まだまだ結構あるんやもんな。50いくらあるもんね。54とか。さあケイトの考えやってきた。何が怖いってやっぱ、魔法が怖いんで、ヘルサッキバス狙いだよね。あ、技が出ない。そして重い。うわぁ。まあ、レオンが倒してくれるとして、グラシアは早いこと合流。早いこと合流したい。これは、森の中を突っ切る方がいいのか、外出る方がいいのか、こことかを、ちょうど中間に。で、プロフォンドが。プロフォンドどうする？倒せるかお前。行ってみちゃう？トマホークで。技が出た。効果抜群だが。よいしょー、いいね。ヘルサッキバス相手で倒せんかったらちょっと凹んだけど。まあ、プロフォンドはかなり器用貧乏な感じがありますね。エキュアルほどではないけども器用貧乏な感じがあります。エキュアルのアンチ童貞が意外と役に立ったりするんだけれども。さあ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 、こっからですよ。キメラが、まあそうだわな。サウザンに攻撃。お、見て見て、右のやつしか口動かさない。ほら、結局ヘビが強い。まずいぞ。結局ヘビがすごい頑張るんだよね、あの軍は。さーてさてさて。ケイトどこだ？ケイトどこだ？ケイトどこだ？ケイトの場所がわからんぞ。そもそもケイトダメージ食らってたっけ？食らってないね。中分けなんでヒールで大丈夫でしょ。さあ、ガンと。しかもレベル1でもなんとかなるやろ。微妙。33とか微妙。次ももう一回ヒールだな。ここは倒しとくべきですか？いや、レオンがやってくれるか。というわけなんで、ギガトンプレス、最強技ですね。きたー、強い。70台のダメージ。ちょっとした召喚魔法やからね、そんなの。で、ヘルサッキバスを。重たいな、叩く。へい。さて、ブルーのターンが来たんだが。正直もうこっちは、問題なさそうやな。釣り出そう。あ、来ちゃった。そこまで釣るつもりなかったんやけど、来ちゃったわ。よいしょ、痛い。さてさてやってきましたぞ。これがね、わかんないんだよね。あいつら本当に迷いなく遺跡の宝の方行きますんで、どこかにあるんだよね。
どこかにあるんだよね。どこかに。わからないんだよ、これ。どこかにあるんですよ。あ、ここだ。じゃあ、ドンフォートに回収してもらいましょう。少々お待ちください。はい。じゃあ、行きましょう、オネスティ。トロッコに乗り込む瞬間、ちょっと小さくなるんですね。で、ドンフォートで。ドンフォート。ドンフォート一歩足りんかったな。さあ、やってきたジュリアンのターン。ジュリアンのターンでヘルサッキバスを倒すことができればいいな。倒すことができればいいけど、どうでしょう。ナイフなんでね。ちょっとダメだ。見えた。さあ、ブリジット。ブリジットは、もちろん、持ち物、装備、武器装備からの、エレメントアンクで、オーラを放ってもらいます。もちろん回復するのは、サムライブルーですね。まあ、一応仲間なんでね。よいしょ、14。まあ、こんなもんでしょう。おっと。お、そっち狙いか。となるとちょっと厳しいぞ。よいしょ。ローリーは、どうする？雫持ってますか？回復してあげよう。結局アタック全然活かせてないな。ケイトのターンがやってきた。キメラを倒す。いいね。ケイトは本当に強いね。そもそもスナイパーが強い。ケイ。よーし。ハラルドのターンがやってきました。ハラルドはじゃあキメラを狙っちゃいますか？狙っちゃいましょうか。どうする？狙っちゃいましょう。死ね、キメラ。さすがに死にはしないけど。最強技だ。最強技が炸裂する。状態異常の武器欲しかったな。すっげえ今更やけど。さあ、プロフォンド。じゃあ、プロフォンドはヘルサッキバス倒す？よし、ね。プロフォンドはもう剣の熟練度が、ソードの熟練度が最大の2なんでね。最大2だっけ ?3 か。最大の3なんで。うん。よいしょ。できれば、トマホークを使っていきたいですね。ジュリアンと同じ感じですね。さて、もう、これは、特にって感じなんで、ヒールか。もう一回ヒールするんだったら。じゃあ、もう一回、ケルベロスあたりを召喚しますか。ちょっと待って。あ、地面の情報見れないんだ。待機。あ、まだここ森か。ここだ、ここ。待機。4?さて、戦慄のブルーは下がってもらおう。さあ、サンドワーム。ブリジット狙いやけど、ブリジットはよし。ドレインで自らを回復しつつ戦うことができる数少ない戦士でござる。さあ、やってきたぞ。シーフは迷いなく、あそこを開けると。我々はどういう順路で進んでいけばよいのかと。こっちかな？こっちかな？通り過ぎて、後ろ通って、よいしょ、また2択。で、ドンフォートは、調べる。オリハルコン、オリハルコン、オリハルコン。マヤ村に鍛冶屋がないんで、オリハルコンはまだまだ鍛冶できませんね。で、ジュリアンがどうするかって？決まってるだろ。シメラを叩くんだよ。いいぞ。よっしゃ、なかなかの火力を見せてゆく。こんなにナイフを投げる主人公やだな。装備、武器装備で。こっち持ち替えて、魔法、ドレイン。よしよし。いいね。この威力よ。めちゃめちゃ自給自足できるもんね。ワンドオブカラスを装備することによって防御力も上がっちゃいますからね。さて、やっちゃえ、ロリ。ドヒャー。ケルベロスも、生まれておく。ケルベロスも産んでおく。全員のレベル上げ、できるからね。ここで20本当に目指しておきたいところではある。リターン戦法を取らないんでね、俺は。リターン戦法を全然取らないんで、できるだけやっておきたいんだが、もう一回、呼んじゃえ、よし。逃げろ。グラシ危ないよ。戦う。ここはギリギリ森判定やから。アーマーシェル。なんか久々に見る技やな。いいね。シェルはなんか知らんけど、熟練度上がってもそんなに攻撃力伸びないんですよね、シェルとアンカーは。ちょっと理由はよくわからないですけれども。おっと、やりよった。サザンがやりよった。そして、レベルが上がる。能力の伸びに注目。普段こんな感じなんですよ。HP 攻撃防御のみしか上がらないみたいな。なんで、すごいそれが遅いままなんですよね。キメラはそっちから来ちゃったぞ。とりあえず、ヒールをかけておきましょう。
これが本来の経験値の稼ぎ方ですよね。プリストとか僧侶とかの。どうする？もう一体生み出しとくか。はい。で、あ、ここだともう一体産んじゃうから。これいいんじゃないか。あ、これやばいぞ。レオン立ち位置ミスです。それミスです。それ草原地帯です。やっちゃったな。まあ、ええわ。まあ、ええわ。さあ、サンドワームが、動いたけども。シーフが1個目の宝箱を開ける。イラテンピーマン。ちなみにここなんですけども、ここドンホートに回収してもらって、もう一個、どこだったかな？ここに宝箱あります。女神の涙。でもこれ手に入れるためには、このトロッコに乗らないといけない。このトロッコ、真ん中のやつからしか繋がってないんですね。このトロッコに乗ってここを回収してると、シーフの宝箱間に合わない。そういうこと起きちゃうんで、どっちだこれ？どっちだ？こっちかな？ってことなんで、もう一直線にシーフのところも向かいます。女神の涙は諦めましょう。え？まだまだじゃないか。急げ、ドンホート。お前も行くんやぞ。あと1個の宝箱、大したことないものなんやけど、回収に来ました。さてさて、ブリジットはどうする？これアタック狙っちゃいますか。レベルがもう結構みんないい感じに高いからな、まあ、スパークレベル1とかでもいいんじゃないですか。自らにも経験値を与えていく。アタックとかかけたところでね、経験値3とかしかもらえないんで、どうせまたケルベロス召喚するし。はい、あ、スカルウォリアー来たぞ。ローリーで、どうする？ローリーやっちゃおう。お、来た。ユニスタンピード、最強技ですね。ハルバードのエアリアルみたいな、そんな感じですね。うん、まあ、なんせここ収録するの4回目やから